丸山動物園のホッキョクグマ館、本当に本当にもうすぐオープン。1月25日、ホッキョクグマの親子が新しい施設にデビューした。今日はその続き。リラは雪の中で本当に生き生きして見える。広い運動場に深くて大きなプール、ここは世界基準を満たしたホッキョクグマのための新施設。クマたちが楽しみながら暮らし、その様子をお客さんが観察できるよう工夫されている。大きなガラス窓にララが来た。毛の質感、体の大きさ、この距離ならよくわかる。プールをゆったり泳ぐのはパパデナリ。これまでは見られなかった水の中の姿。長い首、流線形の体は水の抵抗を小さくして氷の海を自在に泳ぐため。まだ子供だけどリラも泳ぎが上手。泳ぐの早いな。すごいすごい、早い早い大したもんね。濡れると毛の薄い顔の部分が灰色に見える。ホッキョクグマの地肌って実は黒いんだよ。ほら、肉球も黒い。工夫したからこそ苦労もある。プールの底には落ち葉がたくさん。複雑な形だから細かいところは人が潜って掃除するんだって。寒い中お疲れ様でした。あ、飼育員の清水さん。もともとこうダイビングがお好きなんですか。いや、そういうわけではないです。この潜水作業のために、潜水士の資格などを取得して取り組んでます。ここで今入ってきた情報です。丸山動物園のホッキョクグマ館はいよいよあさって13日オープン。さあ、次回は最終回。おじいちゃんのお家を掃除しますよ。またね。